それではただいまから野田内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。お待たせしました。まずは、復興大臣はじめとする大臣副大臣政務官の人事について、まずはご報告ご説明を申し上げたいというふうに思います。初代の復興大臣は被災地のご出身で、これまでも復興担当大臣、防災大臣として、現地に足しげく現場に入り、そして被災地の信頼も厚い平野達夫、復興担当大臣をお願いをいたしました。復興大臣にお願いをさせていただきました。副大臣には、被災地で奮闘してきた松下圭さん副大臣、そして官邸で復興担当の補佐官として私を支えていただきました末松補佐官を新たに副大臣に任命をさせていただきました。その他の副大臣、政務官を含めまして、被災地をよく知り、政策の継続性の確保に最大限を配慮した、即戦力の陣容ということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。復興庁設置に伴う閣僚の増員枠を活用いたしまして、中川正春前文部科学大臣に防災と新しい公共と、それから少子化、男女共同参画の担当大臣をお願いをいたしました。震災の教訓を踏まえた全国的な防災対策の強化、子ども・子育て支援策の具体化といった重要な政策課題に対して責任を果たしていただきたいと思っております。また寺田学元補佐官を新たに官邸に入ってもらい、社会保障税一体化改革行政改革担当の補佐官になっていただくことになりました。続いてでありますけれども、私も今日予算委員会の合間のお昼に復興庁の看板掛けをさせていただきました。高田松原の松を使った、それを素材とした看板で、ずっしり重たいものでございました。被災地の期待に応えるような、応えなければいけないといった責任の重さを感じた次第でありますけれども、その復興庁の役割、復興庁に対する思いを次に申し上げたいと思います。復興庁は、まさにこれは復興の司令塔になる組織でございますけれども、その大きな役割は私2つあるだろうと思います。第一は、被災地自治体の要望にワンストップで迅速に対応するということであります。こちらにこういうパネルがありますけれども、被災3県に復興局を置くと、でそれぞれの県に2か所ずつ沿岸部でありますけれども支局を置く、さらには青森とそして茨城に事務所を置くと、こういう体制でワンストップで迅速な対応というその使命を果たしていきたいというふうに考えております。第2にはですね、役所の縦割り、その壁を乗り越えるということでございます。私がトップとなり、各省庁より格上の立場という位置づけでございます。迅速、果断に調整をすることが何よりも大事でございますけれども、特に総合実施権限、調整権限、実施権限については、強力な権限を伏せられています。予算の一括計上、あるいは箇所付け、配分までできるということでございますので、この役所の壁を総合調整と実施を通じてですね、ぜひやりに行っていきたいというふうに思います。で、このワンストップできちっと迅速に対応することと、そして役所の壁を乗り越えていく、縦割りの弊害をなくしていくという、そういう使命、その器に魂が入るのは、今回集った約250人の職員の志だというふうに思います。各省からまんべんなくですね、こういう実務に慣れた、関連制度に習熟をした人選をさせていただきました。現場主義に徹底して、そして先例主義にとらわれずに、とにもかくにも被災地の皆さんの心を心として、粉骨砕身、その使命を果たしていただきたいと考えております。なお、昨日の段階で、
復興特区の第1号を発表させていただきました。第1号認定を発表させていただきました。さらに3次補正と今ご審議いただいている来年度の予算において復興交付金約2兆3000億が計上されております。この2兆3000億についてはすでに78市町村から約5000億円規模の一時申請がございました。速やかに配分を決めまして復興事業を一気に加速をしていきたいと考えております。続いて今後の復旧復興の今後の課題でありますけれども、これまで復旧復興については私どもも全力で取り組んでまいりましたけれども、まだ行き届いてない部分がある、遅いというご指摘もありました。そういうご批判は真摯に受け止めていきたいと思いますが、その上で特にこちらもあのパネルに書いてございますが、主要な課題は5つあるというふうに思っております。第1は住宅再建高台移転、そして2つ目ががれきの広域処理、3つ目が雇用の確保、4つ目が被災地の孤立防止と心のケア、5つ目が原発事故避難者の帰還支援ということでございます。特にがれきの広域処理についてお話をさせていただきたいというふうに思います。住宅周辺から撤去されたがれきについては今港や空き地を利用して、いわゆる仮置き場に集められている状況でございますが、これから進めるべきは被災地におけるこの処理能力というのは限界があります。がれきの処理処分でありますけれども、岩手県では通常の11年分、宮城県では19年分ということがございますので、被災地のところで自己完結はできません。その意味からは、まさに安全ながれきを全国で分かち合って処理するという広域処理が不可欠でございます。現在東京都、山形県、秋田県、静岡県島田市をはじめ積極的にご協力をいただいているところもございますけれども、幅広く、今日も閣僚君でも話題になりましたが、全閣僚がもっと幅広く広域処理に向けての各自治体への協力への呼びかけをしていこうということになりましたので、今日は改めてそうしたご報告もさせていただきたいというふうに思います。安全情報の丁寧な発信に努めながら協力をしていただける自治体というものをもっと増やしていきたいと考えております。なお福島の関連で申し上げますと、福島の再生なくして日本再生なし、何度も口にしてまいりましたけれども、それを具体化していく一歩であります福島再生特別措置法案を今日閣議決定をいたしました。早期成立を目指していきたいと思います。私からは以上でございます。それでは質疑に移ります。指名された方はまず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それではどうぞ。それでは関口さんどうぞ。東京新聞の関口と申します。復興庁は各府省よりも格上の組織と位置づけられ、復興の司令塔と位置づけられています。ただ個別の復興事業は国交省など既存の省庁に権限があるため、霞が関の縦割りを打破できず、復興の司令塔としての機能を果たしきれないとの指摘がありますが、いかがお考えでしょうか。また総理ご指摘のワンストップ機能ですが、総勢250人体制のうち岩手、宮城、福島の復興局の人員はそれぞれ30人ととどまります。自治体の膨大な申請や要望をこなしきれず、復興の遅れを招きかねない恐れがありますが、復興庁は被災地の期待に十分応えられるような迅速な対応ができるとお考えでしょうか。よろしくお願いします。はい、先ほど冒頭のところでも申し上げましたけれども、本当に復興庁が被災地のために役に立つかどうかというのは、ワンストップで要請を受けて対応することと、今ご指摘のあった縦割りを乗り越えることだということであります。そのために先ほどもご説明いたしましたけれども、いわゆる総合調整の権限と実施権限、これ強力なものが付与されております。これをしっかりと生かしていくことが、まさにこの新しい組織が機能するかどうか、復興に役に立つかどうかの肝だと思いますので、特に私がトップでございますので、そのことはきちっとリーダーシップを発揮をしていきたいというふうに思います。体制においての今、ご質問をいただきました。確かに、岩手、宮城、岩手、宮城、そして福島と。この3県における復興局はトータルで合わせると90人ですね。ただし今までのいわゆる現地対策本部の体制よりははるかに人員が拡充をされたというふうにご理解をいただきたいと思いますし、
じゃあ東京にいる復興庁の人たちがずっと東京でデスクワークしていることと違います。現実には被災地にどんどん入っていくという現場主義を徹底をいたしますので、現地常駐はさっき言った3県90人ですが、現地で汗をかいて頑張って調整をしていくということは、東京にいる人たち、復興庁の人たちもどんどん出るということで、機動的に対応していきたいと思います。なお先ほど協力をいただいているがれきの攻撃処理の時に神奈川県を言いそびれてしまいましたこと、今メモが入りました。感謝は神奈川県に黒岩知事もしております。それでは次の方、それでは山根さんどうぞ。共同通信の山根です。よろしくお願いします。震災復興とともに政権の重要課題の一つである社会保障と税の一体改革についてお伺いします。野党側は一体改革に関する協議に応じない姿勢を変えていません。関連法案の提出期限とする3月末が迫っていますが、今後どう打開していくお考えでしょうか。また足元の民主党ではですね、小沢一郎元代表が消費税増税に反対する方針を明言されていますが、どう対応していくおつもりでしょうか。はい、基本的には私どもが政府与党でまとめた素案をぜひ与野党で協議をしていただき、そして対抗にしていきたいという基本的な姿勢は変わりません。で、今日党の方でいわゆる野党からいろいろご指摘をいただいた試みの計算試算について党内で説明をし、そしてそれを公表をしたと思います。で、公表しただけではなくて、各党にそのいわゆる位置づけ等々についてご説明に上がると、政調会長中心に上がるというふうに思います。そのことを通じまして改めてですね、野党の協議をお願いをしていきたいというふうに思います。これからも粘り強く野党協議の可能性を追求していきたいと思います。また党内にまたそういう意見があるということは承知をしておりますけれども、これは昨年の6月に社会保障と税の一体改革の成案を作るときも、そしてその後に1月6日に素案をまとめる過程においても、丁寧な党内の議論はずっと積み重ねてきたつもりであります。もうほとんどこれ、1年越し昨年、議論してきた中で、そのプロセスに瑕疵があったとは思いませんので、みんなで政府・与党一丸となって、成立を期していきたいと思います。それでは次の方。じゃあ山崎さんどうぞ。はい、テレビ朝日山崎です。今総理の方からも言われました、社会保障と税の一体改革で今日党の方でその試案がですね、公表されました。この試案によりますと、この最大で2075年度には 7.1% 分の消費税に換算すれば 7.1% 分の財源が必要になってくると。まずこの試案についてまず総理の受け止めを一言お願いしたいのと、この後さらにですね、最近の人口動態とかを踏まえて、また新たに計算をし直すという方針だと思いますけれども、その計算のした結果ですね、やはりこれぐらいのですね、規模の財源というのが必要になってくるのか、それに、そのイメージをお願いします。まずこの試みの計算、試算の位置づけなんですけれども、昨年の春の段階で、この社会保障と税の一体改革を扱う調査会の幹部が、一部の人たちが要は、新しい年金制度を作る際の一つの頭の体操として発注したものであります。で、そこにおいて、どういう過程を置くのか、等々によって試算ってずいぶん変わりますよね。で、しかも、その試算を作ってもらった後に、それをもって議論した後にですね、回収をしてるんですよね。すでに回収をした内容です。ということは、それ以外の人たちは、その情報を共有していなかったということです。当時の党の幹部の人たちも知らなかったし、当時の財務大臣だった政府の私も知りません。で、それをもって何かの新しい意思決定をしたとか、新しい制度の制度設計をしたということではないので、その数字がどんどんと、出てしまったことによって、ちょっと議論が今、拡散してしまったなというふうに私は思っております。で、これは2015年までに消費税を引き上げるときのまさに材料ではないんですね。抜本的な年金制度を作るときに、来年法案を出すときには、詰めた議論をしていく、そのときには正確な試算に基づいて議論しなければいけないと思いますけれども、試みの計算が出てしまったと、今、そのだから63年後、2075年にさらに
7.1% 増えるという話じゃないですか。そこだけが一番、例えばその支援、例えば最低保障年金の支給の厚い部分のシミュレーションでそういう形になっているということでありますので、そればっかりがなんとなく喧伝されていることが、冷静な議論とちょっとかけ離れてしまっていることは、私は残念に思います。したがって、そのいわゆる試みの計算で、回収をされたものについて、説明を果たすことができないんですね。だから改めてきちっとした議論をするためには、新しい人口推計であるとか、あるいは賃金の上昇率どうするのかとかですね、あるいは利回りどうするんだとか、等々をきちっと、むしろこれは与野党で、こういう数値でやった方がいいねというところから、むしろ私は始めた方がいいんではないかなと思いますし、その方が冷静な議論ができるんではないかなというふうに思いますが、今のそうした位置づけの問題を含めて、資産の中身、資産の仕方を含めて、各党に政調会長を中心にご説明に上がっていただき、ご理解をいただきたいというふうに思います。それでは次の方、それでは竹中さん、どうぞ。ロイター通信の竹中です。イランのことに関してお伺いします。イランに対する経済制裁ですが、中央銀行を取引のある金融機関、アメリカで金融活動ができなくなるという、経済制裁が発表されますが、日本もこれに対して、イランからの原油の輸入、減らしていく方向であるということは表明されていますが、この制裁、日本の金融機関がこの制裁から除外されるようになる見通しというのは今のところいかがでしょうか。そして、その前提となる削減幅、削減の規模なんですが、どういったような見通しを持っていらっしゃいますでしょうか。そして最後に、イランからの原油が減ることによって、そしてまあ一方で、原子力発電所の稼働というのはどんどん細っています。大体のエネルギー源をどういったふうに調達していくのかということに関してお考えを教えていただけますでしょうか。まずですね、イランの核開発については、これは国際社会と同様に懸念を持っています。で、基本的には対話と圧力だと思います。で、圧力の部分は国際協調の中でやってきております。今までも。で、一方で対話、日本独自の働きかけもやってきました。基本的には外交的、平和的解決が望ましいと思いますが、その一方で今ご指摘のような制裁の部分がございますが、これについては例えばこれまで、5年間で 40% イランからの原油の輸入は減ってきています。その数勢でいくことは間違いございませんので、で、そういうことも含めまして、今、日米間の協議を実務的にやっています。で、その協議の目的は、この国防受験法の適用除外を実現をしたいという意味合いでの協議を今やっている最中ということでございますけれども、数勢としては、イランからの原油は減らしていくということです。これまた5年間のお話もしました。じゃあそうすると、じゃあ代わりの、じゃあ原油はどうするのか。これはもう今年に入ってから、現場外務大臣をはじめとして、中東各国を歴訪しながら、まさにその他に代わる代替のエネルギー源、原油を確保するとの努力を今やってきている、その最中であるということでございます。それでは次の方、それでは七尾さん、どうぞ。ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。原発の再稼働についてお伺いいたします。最終的にはですね、総理をはじめとする関係閣僚の政治判断になるわけですが、地元自治体の同意がですね、不可欠と伝えられている中で、例えばですね、同意が得られなくても政治判断というものはあるのか、政治判断の具体的なイメージについてですね、教えていただければと思います。原発を、再起動するためには一定のプロセスを踏むことになっています。それは事業者によるストレスとテストを行うと。で、そのストレステストについては IAEA のレビューも受けました。で、そういうものを踏まえまして、次は保安員によるこれは評価、そしてその後に安全委員会における確認で、それを経た後にまさに今ご指摘になったとおり、地元の皆様にご理解いただけるかどうかなども踏まえて、
最終的には政治判断をするというのがプロセスでありますけれども、やっぱり地元の皆様のご理解をなくして、なかなかこれは物事は進まないだろうと。で、そのために必要ならば、まあ、言ってるプロセスですよ、再起動させるかさせないかという一定の意図ではなく、プロセスをたどった後、そこまで来たときには、どうしても必要だと、地元の理解どうなのかということは確認をしながら、場合によってはご説明もきちっとすると、政府が前に出てご説明も地域にするということはあるというふうに思います。それでは時間が参りましたので、これで記者会見を終了させていただきます。どうも大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。